どうも皆さん、こんにちは。はじめましての方は、はじめまして、直樹と申します。今回は、10分でわかるビリフィケーションとバリゼーションという、なんかいきなりタイトルからして、なんじゃこれって感じかもしれませんが、学校でやっていることなんですけども、それの内容について、この動画を作りました。で、まあ、なんでいきなりと思うかもしれないので、ちょっとだけ簡単に説明します。今通っている学校がシステムデザインマネジメント研究科という、まあ、名前だけ聞いてもなんか長ったらしいだけだなっていう感じなんですけども、まあ、その学校の中で、まあ、システムというものの、評価と検証に関する、授業がありまして、まあ、その課題の中で、今回の動画を作ることにしました。もともとの課題の内容が、そのベリフィケーションとバリデーションを、まあ、その言葉自体を知らない人に対して10分で教えるためのプレゼンを作成するというものだったんですが、まあ、実際自分で作ってみて、これが本当に10分で伝わるのかなっていうのが、まあ、自分自身も不安になったので、まあ、この動画を作ってみんなに見てもらいたいなっていうふうに思ったのが、まあ、理由です。まあ、なんで学校でちょっとこんなことやってますよっていう報告と、まあ、見て分かっみんなに伝わるのかなっていう、まあ、そういう試し的なつもりの簡単な気持ちでこの動画を作りました。まあ、なんで、ぜひ皆さんに見てもらえたらなっていうふうに考えています。まあ、もちろん強制ではないですけど、はい。というわけで、まあ、10分で分かるベリフィケーションとバリデーションということで、一応右下にタイマーも用意したんで10分測っていきたいと思います。はい、というわけで、10分で分かるベリフィケーションとバリデーションという内容について説明させていきたいと思います。まあ、まずこの2つの言葉ですね。ほとんどの方が、聞きなじみのない言葉だと思います。で、一応読み方簡単に書きますと、片読みです。カタカナ読みだと、まあ、上の方がベリフィケーション、下の青い方がバリデーションというふうに、まあ、一応読みますと。で、これ英語なんですけども、それぞれ和訳するとどうなるかって言いますと、ベリフィケーションの方が検証という意味になります。で、バリデーション、これ和訳した時に確認っていうのが出てきたんですけど、ひょっとしたら評価っていう意味もあると信じたいんですけどね、なんか出てこなかったんですけど、まあ、確認っていうふうに訳すと出てきます。まあ、私たちは結構評価っていうふうに思っている人も、私自身も結構思ってるので、まあ、そういう意味合いで使っているんですけども、まあ、そういう言葉です。で、まあ、これただ和訳しただけだったら、まあ、説明しましたっていうわけではなく、まあ、これらを私たちはどういうふうにこれを言い換えて理解しているかというと、ベリフィケーションっていうのは正しくものを作れたか。で、バリデーション、こちらの方は正しいものを作れたかっていうふうに私たちはこれを、読み解いています。で、とはいうものですが、正しくものを作れたかとか、正しいものを作れたかと、まあ、聞いた感じで言ったら同じことを言ってんじゃねえかというふうに思うかもしれない。どういうことだっていうふうに思うと思います。で、それをちょっと説明をしていくんですが、まあ、具体例としまして、まあ、カレーを作るということに対するベリフィケーションとバリデーションということをちょっと例で出していきたいと思います。まずあれですね、カレーを作るっていうところ、まあ、真ん中のところですね。ちょっと待ってください。ここですね。カレーを作るっていうところ、あると思いますが、このカレーを作るということを目的としてあるわけなんですけども、これって実は、カレーを作ることが、まあ、真の目的っていうよりかは、これが目標ではないわけですね。なんでこれを作るのかっていう理由がありまして、それはまあ人によって様々かもしれませんが、まあ一つの理由としては、美味しいカレーを食べたい、もしくは家族に食べさせたい、まあ、だからカレーを作るんだというふうに、まあ考えるのが一般的ではないかなと思います。で、このカレーを作るというところなんですが、まあこのベリフィケーションというところで、まあ、簡単に説明しますと、このカレーを作るということで実際にカレーが作れたかどうか、これがベリフィケーションに当たります。そして、できたカレーを食べてもらって、これが、美味しかったかどうか、まあ、まさにこのカレーを作った目的ですね。美味しいカレーを食べたいという目的を果たせたかどうか、
それがバリデーションです。で、もう少しちょっと、どういうことなのかっていうことを、書いてみたんですけれども、まあ、美味しいカレーが食べたいというふうなもの目的があって、それでカレーを作るというふうにし、まあ、それをもってして、まあ、作る、まあ、実際調理をするという、まあ、流れがありますと。そして本当にそれでうまくできたかどうかっていうのを確認するのがこの右側のところですね。カレーが作れたか、そもそもカレーが作れたのかどうか、そしてそのカレーが美味しかったかということです。で、このカレーを作るっていうところから、このカレーが作れたかっていったところ、ここの部分が実は先ほど言った正しくものが作れたかっていうところになります。まあ、カレーっていうのを使えば、まあ、正しくカレーが作れたかどうか、まあ、これって一体どこに当たるのかって言いますと、ここの部分ですね。要はそのカレーを作るまでの段階、まあ、ここでは調理としかまとめて書いてないんですけども、まあ、実際にはそのカレーのレシピがあったりですとか、まあ、調理過程ですね、まあ、なのでレシピ通りに作ったりだとか、作ったかどうかですとか、まあ、鍋を焦がしてないかですとか、あとはカレーを作るって言ってるのに肉じゃがを間違えて作ってないか、まあ、こういうなんかここだけ聞くとそんなバカなことするはずがないでしょって思うかもしれませんが、まあまあ、カレーに関してはそんなにないのかもしれないですけども、まあ、他のことで言うと本当に作るべきものと全く別のものを作ってしまうなんていうことは結構どこの社会においても、どこの社会というか結構起こりうる話です。まあ、そういうことが起きてしまうということなんですけども、まあ、そういうことが起きてしまうことがあるので、まあ、それを起きないように、まあ、ちゃんと、確認をする、まあ、今回は検証ですね、検証するという意味でこのベリフィケーション、まあ、このことをベリフィケーションというふうに言うんですよと。これで、じゃあ次もう一つですね、この上の方、赤いところを見てください。美味しいカレーが食べたいというところから、まあ、実際にカレーが美味しかったかどうか、ここを見るところですね。で、これは一体どこに当てはまるのかと言いますと、ここの緑全体のところです。要は、実際に、まあ、カレーとしてはさっきの話、ベリフィケーションの方でカレーができたかどうかっていう話をしました。ですが、本当にそのカレーとしてちゃんとできていたとしても、それが本当に下にはカレーだったのか、それともですとか、あとはカレーはカレーでも、例えば人によっては辛すぎるとか、まあ、人によっては甘すぎる、まあ、例えば自分が食べるにしても、まあ、誰かに食べてもらうにしても、まあ、この上は辛すぎて食えないとか甘すぎて食えないってなってしまったら、それ自身はカレーであったとしても、まあ美味しかったかって言われた時に、いやそうじゃなかったなっていうことが起こり得るということです。で、あとは、まあ、美味しいカレーが食べたいというものにもよるんですが、例えばここでもう作るというふうな前提で話は進んでいましたけども、本当にこれは作るべきだったのかどうか、ひょっとしたら作るんじゃなくてあるものを買ってきて食べるって言った方が、本当に今食べたいカレー、美味しいカレーが食べたいというその目的を達成するためには、そういうふうにするべきだったのではないか、そういうふうなことを実際に、評価する、このことをバリデーションというふうに呼びます。というわけで、まとめますと、さっき言った、そうですね、ベリフィケーションというのは正しくものを作れたか、さっき言うとカレーというものがちゃんと作れたかどうかっていうのが、ここの正しくものを作れたかというところになります。で、一方でバリデーション、バリデーションというのは正しいものを作れましたかどうか、作れましたかっていうことですね。これは、さっき言ったようにカレーを作る目的というのは美味しいカレーが食べたい、まあ、他にも目的、理由はあると思うんですけどね、例えばその美味しいカレー食べたいというのであれば、それがちゃんとできたかどうか、ちゃんとできるカレーが作れたかどうかっていうのが、このバリデーションになってくるんですよと。で、ここで物って言ってしまうと、完全になんかイメージして食べ物かっていう風なイメージになってくるかもしれませんが、食べ物とかいわゆる目に見えるものですねっていう風に思われがちなんですけども、実際にはこうカレーではなくて、例えば保育士の仕事、まあ、こういうふうな目に見えないものでも全然構いませんし、場合によっては自分の人生っていうのをテーマで考えたときに、やっていく、ただ人生、私の人生はこう生きていきたいっていうところから、じゃあそのために私はこれをしていくと、で実際にやってみたことが、まあ、うまくできたのかどうか、でそれができたとしてちゃんと自分のなりたい自分になれているかどうかみ
みたいな話っていうのは、また人生、またこのベリフィケーションとバリデーションの、まあ、一つの、あれですね、使い方として、まあ、ベリフィケーション、バリデーションっていう見方があるんですよっていうことです。だから、ものとい、漠然と、本当に漠然としたイメージで使っているんで、まあ、これ、目に見えるものっていう意味ではないと、あらゆるものに使うことができるんだ、ぐらいのイメージで持っていただけたらなと思います。そして、これ大事なことで伝えたいことなんですけども、ベリフィケーションとバリデーションっていうのは、まあ、両方をクリアして初めて成功というふうに言えるんですよということです。例えばこれよくある話なんですけども、物を作っていて完璧にできたから売れるだろうと思ったら売れなかった、これは物としては完璧にできた、これはベリフィケーションとしては確かに正解、まあ、OK ですね、クリアしていると言えますが、それが本当に欲しいものだったのかどうか、買う人にとって欲しいものができていたのかどうかっていうところの目標とが合わなかった、これが結局バリデーションがうまくいかなかった、だから商品としては売れなかったというふうになるんですね。まあ、もちろん逆も言えるんですけどね、欲しいものだったんだけども全然うまくするできていなかったなんていうこともあるんですけども、要はこの2つが両方ともクリアして初めて目的のものができる、いわゆる成功というふうに言えるんですよということです。というわけで、まあ、10分なんでこれでおしまいにしたいと思うのですが、まあ、おそらくですけども、まあ、さっき9分57秒っていうことは、まあ、多分終わったのはその10秒ぐらい前ってことなんで、おそらく発表としては9分47秒ぐらいの内容だったのかなっていう気がします。はい、すいません、本来だったらタイマー出しっぱなしにしたかったんですけど一回消しちゃったんでね。というわけで、まあ、10分以内程度の簡単な説明だったんですけれども、ここですね、まあ、ここから先は、説明っていうわけではないんですけれども、まあ、ベリフィケーションやバリデーションっていう、まあ、どういうものかっていうことを簡単に説明したんですけれども、まあ、実際それをどうやってやるんだとか、どういうふうなベリフィケーションやバリデーションのすればいいのかとか、そもそもどうやってやるのみたいな話っていうのは、まあ、本当はまた話したこといっぱいまだあるんですが、とてもじゃないですけど、ごめんなさい、10分で、まあ、少なくとも私には無理です。これぐらい、これせめてどういうものなのかっていうことを説明することぐらいしか、まあ、大事なことなんだよっていうことぐらいしか説明できなかったんですけども、まあ、もし時間が取れれば、これとは別に、まあ、どうやってやっていくのみたいな動画が作るかもしれませんが、まあ、それやる時間があったら研究やれって話ですよね。はい。っていうこともあるので、まあ、できるかどうかはわからないです。そこら辺はご了承ください。で、また、もしこの説明とかを聞いて、まあ、分からないっていう、まあ、ほとんどの方分からないというか、下手したら分からないことが分からない状態なのかもしれませんけど、まあ、分からないなどの率直なコメントでも OK なので、もし何かあったらコメントください。まあ、例えばここは分からないみたいなこともあったら、できるだけ、答えられる限り答えたいと思いますし、まあ、私自身の今後の自分がこういうことをやっていくっていうためにも、もし、まあ、皆さんの意見等を教えていただけたら、もちろん同じ、これを見てくれてる同じ大学院の人とかは、まあ、これこういう意味でって教えていただいても全然嬉しいですし、まあ、そうじゃない方、まあ、これ初めて見て、初めて知ったけどよく分からなかったみたいな方も、ぜひ、コメントもらえたら、今後自分のためになるのでやってくれると、まあ、嬉しいなと思います。というわけで、あともう一つはこれが、一応ですけど、もしこの動画を見てってことはまずないかもしれませんけど、どんなことやってんだろうっていうふうに少し持ってくれましたら、まあ、こちらのサイトの方で、サイト飛べばどういう学校だか見えると思いますので、ぜひ参考にしていただければなと思います。というわけで、ここまでご視聴くださいましてありがとうございました。もし続きがあればまた、それ以外の動画でもまたよろしければ見てください。それでは。